北九州市立総合体育館は、福岡県北九州市八幡東区にある体育館。指定管理者として、北九州市スポーツ協会が管理、運営している。1973年春行、1974年1月12日、開館。中央公園内にあり、小倉北区及び、鳥羽区との境界付近に位置する。設計は、 山下設計が担当した。外観は十二角形の形をとっており、第一競技場の収容可能人数は1万名。お年として、バレーボール、日本リーグの試合が開催されたこともあり、毎年 V プレミアリーグ及び B リーグ、W リーグの試合が開催されているほか、北九州チャンピオンズカップ、国際シャイスバスケットボール大会などが開催されている。かつては、 プロボクシングの世界タイトルマッチも催されていた。また、卓球の大会でも使用され、2013年北部、九州総体の卓球及びバドミントンの会場となっている。2021年には、世界体操競技選手権、世界新体操選手権の会場ともなっている。その他、第二競技場、トレーニング室、会議室などがある。ありがとうございます。